渡辺良です。今回スペシャリストね、久しぶりにノーマト使っていきたいと思います。で、渡辺愛のクラスでバリスティックナイフ、高速リロード、ガスポンプ、オペレーターモッド、デュアル初使用でやっていきたいと思います。で、装備チャージのクラスでグリッドロックでチームデスマッチになります。敵さんならず、うちら2人パーティーと一緒になりました。はい、頑張るぞ新兵、二人パーティーですね。この二人パーティーですね。これ対人プレイではデュアル初使用なんだけど、ボットでやったんで慎重に行こう。これ左右で刃を射出可能になってます。慎重に、うまい、スライディングからのキルされちゃった。集中、お前ら、これ接近されたらまたこれ切った方がいいね。これね、センサーが使える。ずっともうこれ持ってんだ。これあらら、これね、今勝ってるでしょ。これ多分負けるよ。これ俺の缶は大体当たるから。よくやったリーコ、俺の缶は当たるから。誰かが痛い目に遭うだろう。接近してる時にもこれ歯で切るやるつもりなんだけどね。ダメなんだよこれ、殴らんとダメなんだよこれ。こうやって3キロ、ダメだな、調子が悪いな。今んとこ分かってるけど成績が良くないですな。1キル1キル連続キルが決まらんな。あとこれもうちょいでね、申し遅れましたが、もうちょいでこれレッドタイガー解除ですよ。これお前、あ、俺が使ってるわこれ、盗まれてるわこれ、うん、バッテリーの姉ちゃんに使われちゃった。これ俺の盗まれてるわこれ。俺とコンバット対決するか、あのバルスティックの対決。ここか、ここはやっぱり強いですよ、近接攻撃は。アサルトパックを用意した。いるな、成績は良くないけどだんだんと調子が上がってきてますけど、最終的に何キルまでできるんでしょうかね。ちょっとわからないね。危ない。よしよし、当たると助かるぞ。ちょっとバック。トルクだ。ここいるよ。ここいない。これいないか。あ、向こうリスポンあってるな。いる。今出せた？銃のちょっと出してなかったのか。罠を設置しようか。ジュノいる、いるよこれ。ここら辺によくいるね。これ面白いよこのマップ。俺このマップ好きなんで。あ、いたな。よしよし、調子が上がってきた。よしよしよし、これにいるよ。これなんか11キロ、20キロ行くだろ。もうすでに11キロまで行ってるから分からんけどね。 DR 初使用でちょっと20キロは一過したいな。ちょっと慎重に行けばね。ああ、死んだのか。バリケードを設置する。警戒ユニット
ダウン。は？経年と死んだのか。ちょっとキル数稼げなかったな。ちょっと別の武器もちょっと拾っとくかな。ザコム、UAV を飛ばしてくれ。はい、助かる。慎重に。ここにもいい。こっから来るな。よし、攻め島引っかかったよ、これ。待ってよ。UAV が出てるし、今。赤点が。これ拾ってね。ここでイモるんだよ。イモらん方がいいか。トルクはライトニングストライクを要請する。14。20は行くんじゃないですか。いつもの屋敷内でやってるからね、最近グリッドロックを。違うところもちょっと攻めてみようか。探索 NOW。 ここは最近やらないね。これね、バリケードを使用する。お、これやりやすいな、ここ。15キロ200タウンでやった時15キロだったんですよ。今度はもうすでに15キロいってるからね。入るの、こういやらしいところ設置だ。ノマッドを倒した。アサルトパックを展開。あぶ、どうだどうだ、ざっくりと18、20は行くか。慎重に行くべし。これは味方がくっつきたくないのよ、俺ね。やりにくいのよ、本当に。味方と一緒だったら。だから俺パーティーとか組まないのよ。パーティーとか組まない理由はそこなんだよ。センサーはどうですか。俺一人の方がいいのよ。気が散るのよ、やりにくいって。勝利は目標だ。やりにくい。とっても調子悪くなってるな。味方くっつくと嫌いなの、一番嫌なのよ、本当に。イライラするんですよ。ここなってるのか。こっちに敵いるな。ちょっと違うな、ここじゃないな。これ20キロいかねえのか。まあいいよ、もう終わりだな。終わりだな。あと、あ、ダメだ。まあいいか。18キロぐらい行ったから。支払いに見合う働きだ。あ、うちのトップだな。おいおいおい、隣にいた。邪魔なのよね、あのクレアがいると。気が散るのよ。こういった遠距離武器だったらいいけど、使ってる時だったらいいけどさ、今回のバリスティックナイフとかだったらね、ちょっと邪魔にしかならないね、味方が近くにいると。でそういった意味ではフリーフォールがいいと思うんだけどね。でフリーフォールは面白くないんでね、やらないんですよ。1位取ってもしょうがないんでね、あれ。チーム戦やった方が絶対面白いんで。試合に勝ってデイリーティアスキップも獲得したね。18キロ、20キロ行くと思ったら行かなかったな。これちょっと開けようかも。これビチクインケース、ビチクインケース GO。 あと1個出ないよ、いいの。ノーマッドが経年ユニット1219キロ、メッシュ前に1496ね、キル。これも あと11キロでこれデッドタイガーメサイ解除だな。
今回18キロやったからね、よかったな。今回これ高速リロード、ガスポンプ使って高速リロード、ブレードを素早くリロード、ガスポンプ、フラットな弾道曲線を描き、刃が素早く遠方まで飛んでいく。で、オペレーターモッド、デュアル。これね、サブオペレーターモッド。サブ武器用のオペレーターモッド、スロットアンロック。で、オペレーターモッド、デュアル。初章でやってました。デュアル、左手に2本目のバリスティックナイフを装備ってことね。強い。ただね、このデュアルを組み合わせた場合、この追加ブレードは併用で組み合わせることができません。リロードなしで4つのブレードを射出する可能性。これは片手持ちのみ、片手持ち専用のアタッチメントになってますね。はい。いや、これ使ってやっていくんでね。あともうちょいでこれ、あと11キルで、レッドタイガー迷彩解除なんでね。はい。以上にしたいと思います。今回はね、渡辺のクラスのバリスティックナイフ、高速リロード、ガスポンプ、オペレーターモッド、デュアル、で、装備チャージ、で、スペシャリストね、ノーマットを使用して、グリッドロックのチームデスマッチでバリスティックナイフのオペレーターモッドデュアル初章でやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。